こんにちは、ピーレットピーです。今日はピーレットピー秘密基地で焼肉パーティーです。それでは行ってみます。やあ。やあ。やあ。お、肉。高そうな肉。はい。こんばん。こちら、お山和牛。これはなんとガチャです。2000円ガチャのね、ガチャで当たるの、肉が。そうだよ。じゃあ当たるのよがね、2000円ガチャって書いてある、うん、あの相沢さんの何が、あの自動販売機があるのよ。何が出てくるかわからないって言ってたでしょ、そう、肉が。そう、肉が出てくるか、パンツが出てくるかわかんないっていう状態じゃないですか。そういうことで、この和牛なのか、山和牛すき焼きにしてすごい美味しかったっていう感じなのと、うん、すごい気持ち、あざわ、タレの準備で私はちょっとこの塩でいってみたいと思います。レモンもよかったらかけます。おお、ステーキのタレね。キラカのタレなきゃ。キラカのタレ。キラカのタレ。塩からいきたいと思うんですよ。あ、でもさ、この間近本じゃないじゃん。カズピンもらったさ、ワインボトルみたいなのに入った。そうそう、あれもそれなりで。あれは塩。うん。作ったの。違う、いただいたの。もらった。うん。キラカのじゃないんでしょ。キラカのじゃないの。キラカの味と全然違う。うん。うん。今日の持ってる人。本に置いて、うん、大丈夫、勝手に飲んで勝手に、まあ飲んでたもんね、いつもの方だもん、ひらくたれ、でも乾杯ってやりたいだ、そうだよね、オッケー、じゃあやる、うん、4人揃った頃だよ、すごいね、20年前っていうことは2002年2003年20年前ってまだ携帯電話とかなかったよね、そうだよね、そうだよね、はい、うん、はい、20周年おめでとう、おめでとう、今2種類乗っけたるから、ね、レアでお願いします、それ塩です、塩だよね、うん、塩、塩もかかも、うん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 、うまいね、これって何、ロースとかカルビとか赤身とか、うん、赤いんだったの、赤身系？いや、真ん中はカルビだ、本当かな、モモ、こっちはカルビだよね、えどうだよね、これがモモ、今スタートは何から、カルビから、カルビとモモ入れたんだよ、カルビとロースと8枚乗っけたから赤身系にしたの、うん、うん、いいね、今ロース、うん、ロースはこの2つ、うん、二山がロースだな、あれうま、うん、今何言ったっけ、ロース、ロース、うん、ロースです、
どうぞ。おすまっすよ。どう考えたって。本当はね、強くのもらった鉄板っていうかね、しゃぶしゃぶを、すき焼きを鉄板でやってもいいんじゃねえと思ったのね。鉄板ないから。でも、焼肉プレートは買ってみました。手軽でよくて、ここが広くて、面積が大きくて、ちょっと最近のは進化してるっていうのがあったから。ああ、そうだね。すごい広いもんね。うん。これは買ってみようね、と思って、うん。購入。こうか。そう。すごいね。当たったんですけど、偉いことになる。いや、まあ、これを機会にっていう感じで。さすが相沢さん、これ。うん、よっしゃ。おお、素晴らしい栃木和牛の霜降りでございます。素晴らしい。脂身の多いところ、トム小平の前。おお、四角いんだ。四角いね。バッグの焼けてるかな。かわいい。もう焼けたでしょ。焼けてるね。そうそう、レア。あ、本当に焼けてる。すげえ。おお、レアで。うん。今見て、早めに切り出して。もういけるじゃん。いけます。もう縮んじゃってるよ。でも小平。ね。うん。でかした。ね。うん、うん、うまい。おお、クリーミーだね。ここダメだったら、うん、そうそうそう、第2、第3を考えて、うん、そこから選ぶで、うん、うん、ステーキで、なんか音がしてる。半分ずつ頼むぜっていうのが明太子のいろいろっていうことで、あとは高価の餃子。すごい肉だね、これ。すごいよ、これステーキ2000だもん。すごいよ、フォーカスされてる肉。2000だもん、ずーっと焼いてるんだ、こうやって。フォーカで人気餃子。あれなのかな、ちょっと弱くなっちゃったの。なったかもしれないね、うん、弱くしちゃったの。あ、したの、うん、人気餃子、餃子食べくる。こんな感じでいいですか。ちっちゃすぎ。いいです。いいよ、小さい方が食べやすいから。あと、赤身残ってるかな。あ、ギリギリ残ってるじゃん。おう、どうしたの。はい、どうぞ。やった、食べましょうか、ジェイちゃん。うん、すごいじゃん。すごいね。どうですか、これ何で食べる。あ、そうだね。ね、しっかり足に疲れてる。こう、もうご飯食べたの。うん、
もう寝るか。寝るか、お前。バック、バックです。ハムちゃんバックです。ハムちゃんバックです。ちょっと待ってね、ポン、待って待ってて、待って待ってだよ、待ってだよ、はい待って、はいポン、お利口だね、ポンちゃんね。じゃあご飯食べたでしょ。おやつは少なくしなきゃいけないよね。すごいな。ゼロくたるじゃん。終了もなし。あもういいのかよ。もっと楽しむよ。トモちゃん綺麗綺麗だね。なんで人のせいにする。だってやっぱ飼い主さんの意向が大切だ。トモ座れ。待て。待ってるって食べないで。ねえ、だってボムちゃんお利口なんだもん。そんなに尻尾振られたらさ。すごい眼差しだよ。そうなの。はい。違いますよ。食べるよ。はい、芋食べるよ。芋、芋。芋、芋、芋。はい、芋だよ。芋、芋、芋、芋。違う、違う、ここじゃないよ、ボム。ボム違うよ。おいでー。早いな、お前。はい、芋、1個くらいいいじゃん。